コレクション over mistake 間違いの訂正延期つまりプロメテウスの正当な息子はマルドックです延期が泥から最初に作った子供つまりハイブリッドがアダパーです旧約聖書の中のアダムですギルガメッシュ・女ョジの中の延期ドゥは延期の息子という意味ですがアダパーのことではありません ません間違いをここに訂正しておきます。Hiroshi ・ハヤシはこのビデオのフォローを紹介する o は、ancient mysteries and wonders of the world。story is about East of Eden: Where was it and what was it for? for human beings.You w i l l know the secret of the mystery of East of Eden through this video. 今日はこの動画の中でエデンの東についての謎を考えてみます。エデンの東。皆さんご存知のエデンの東です。映画の題名にもなりました。そのエデンの東です。それはどこにあるのか それは人間にとって何であったのか、その謎についてです。が、その謎は簡単に解けました。そればかりか、アダムとイブの謎も解けました。それを話す前に、聖書の創世記では、そのエデンの東について、次のように説明しています。アダムとイブが善と悪の知識の木。 The tree of the knowledge of good and evil を食べたことで呪いをかけられます。が、その後、生命の木を食べる前に神ヤーウェはアダムとイブをエデンの庭から追放しました。つまり、アダムとイブを永遠には生きさせないようにしたということになります。その追放された先がエデンの東ということになります。つまり、 アダムとイブはエデンの東へと追放されたということになります。まず、この中に出てくるアダムとは誰なのか。が、その謎を解く鍵は、シッチンが解読したタブレット、つまり粘土版に書かれていました。それについてはすでに説明しましたので、結論から先に言います。メソポタミアのエア、つまり、延期が住んでいたのがエリィル、 エリドゥという町です。現在のイラク南部です。年度版にはそう書いてあります。が、現在は完全な廃墟で、わずかな痕跡を残しているのみです。ここで言う延期というのは人間の創造主です。アヌ王の長男ですが、制裁の子ではなかったため、地球の支配権は弟のエンリルが持つことになりました。その延期は、つまり、 ギリシャ神話でいうところのプロメテウス、キリスト教でいうところのルシファーです。同じ第一天使ですが、人間を改造したということで、人間側から見れば、人間の英雄、神々の世界から見れば、掟き手を破った、まあ悪人ということで、悪魔と位置づけられたわけです。それはともかくも、その延期が最初に作った人間がアダパです。 泥という意味だそうです。ギリシャ神話で言えば、リオニソースということになりますね。ローマ名はバッカス。武道種の神として知られています。あのバッカスです。で、そのバアダパーは、南風と呼ばれた天使の翼をもぎ取ってしまいます。それが原因でアヌ王に呼ばれ、エリドゥを追放されます。ここにシッチンが解読したタブレットを日本語に 翻訳ししておおきましたのでどうかお読みくださいここでのポイントは、アダパは延期の策略でアヌ王から永遠の命を授かるチャンスを逃してしまったということです。そしてエリドゥの東に追いやられてしまったということです。ここで言うエリドゥがエデンであることは言うまでもありません。シッチンの翻訳したタブレットと 聖書の内容が一致します。となると、エデンの東とはどこのことなのでしょうかまた、アダムとイブというふうに言われてますけども、アダムはそれで、まあ、アダパーで良いわけですけども、では、イブというのは誰のことなのでしょうか今日はこの動画の中でその謎を考えてみます。では、動画を見ながら説明します。 これがそのタブレットですね。そしてそのタブレットをシチンが解読しました。で、このシチンの解読したタブレットによればですね、エア、つまり延期はエリドゥという町に住んでいました。そして人間を創造します。それがアダパーということになるわけですね。いわゆる人間に知恵を与えたわけです。延期はまあ知恵までは与えたんですよね。 そして、そのアダパーは、まあ、罪を犯すわけです。南風と言われているこの、まあ、神のですね、翼を、まあ、もぎ取ってしまうという、まあ、罪を犯すわけです。で、それで、アヌ王が怒ってですね、まあ、なんとかしようっていうわけですけども、それを、まあ、縁起がですね、なんとかなだめて、そして、まあ、あの、こと、なきに済んだわけですけども、まあ、その時にですね、アヌ王が、そのアダパーに、 永遠の命を授けようとしたというわけです。ならち、まあ、アダパーは知恵の木は、知恵の木の実は食べたけども、永遠の命ということになったわけですね。そこで、延期はですね、えー、策略と言いますか、絶対にあのの言うことを聞いてはならぬということを、まあ、あらかじめ悟しておいてですね、そして、アダパーに永遠の命を与えるということは止めたわけです。ならち、まあ、延期、 木がですね、最初に作ったアダパーは、まあ、知恵は授かったけども、永遠の命は授からなかったっていうことになるわけです。で、まあ、そういったその様子がですね、こう書いてあるわけです。そして、それに対して、旧約聖書は、先ほど紹介しましたように、アダムが、とイブがいるわけですね。アダムとイブは、知恵の木は、まあ、知恵の木の実は、実は食べるんですけどもね。しかし、まあ、あ 永遠の命、いわゆる生命の木の、えー、実は食べないまま、まあ、エデンを追放されます。でそのエデンイコールエリ,ディエリドゥということになるわけですね。そしてそこに、まあ、そのエリドゥの町にいたのが延期ということになるわけです。でこうして、まあ、アダムとイブ,イブがです、ね、善と悪の知識の木を まあ食べるわけです。まあ身を食べるわけですね。ということはまあ、比喩的に、まあ知恵は授かったけども、永遠の命は授からなかったということになるわけですね。その永遠の命を授けなかったのは、言うまでもなく延期ということになるわけです。なあち、えー、ギリシャ神話で言うプロメテウス。そしてキリスト教側が言うルシファーとなるわけです。で、まあ、プロメテウスのことを、プロメテウスですよね。要するに、そして、 まあ、アダパーは追放になる。同じように、アダムも追放になる。ということでですね、いわゆるまあ旧約聖、旧約聖書の創世記の話と、いわゆるまあ、シチンが解読したタブレットの話とが、こうして一致してくるわけです。なあち、アダムはアダパーのことであり、アダムは延期によって作られた最初のまあ、子供、すなわち、最初の子供って言いますと、いわゆるまあ、ディオニソースということになるわけですね。まあ、 ローマ名はバッカス。すなわち、武道種の神ということになります。こうして一連の話が繋がっていきます。で、もう一度、まとめてみます。で、まあ、七鎮の解読者の一番左の列に置きました。そして真ん中が旧約聖書の世界です。そして、まあ、ギリシャ神話の世界ですね。こうして並べて対していきますと、延期は、えー、プロメテウスとなるわけですね。そして、 まあ、というのは、あの、ギリシャ神話の中、と、旧約聖書の中では、ルシファーですね。いわゆる、まあ、神の意に逆らって人間を改造してしまったという、まあ、罪を負うわけです。まあ、そして、えー、鎖を巻かれてですね、野に放たれるということになるわけですね。まあ、それが自由の像へとつながっていくわけです。で、自由の像の足には鎖がついているというのはそういう理由なんですけども、それはさておき、エリデュイコール、エデンイコール、エリジュウムへとつながっていきます。いわゆる理想郷。 というふうに言われてますけどもね。エリジウムです。まあ、こうして、まあ、あのシェチンの解読した文書と旧約聖書がつながっていくということですよね。で、エリドゥイコールデエデンであるということですよね。で、もう一度その、エリドゥの街に戻ってみます。まあ、エリドゥというのはここにあるんですけども、えー、完全に廃墟になっています。 まあこの一つ考えられるのはですね、あの王たちが今から4800年前にこの地球を去るんですけども、その時に延期に関するものはですね、えー、核兵器によって破壊したとうふうに考えられるわけです。まあそれはさておきですね。これがエリドゥです。で、かすかになってますか、上壁の痕跡が残っているのわかりますかね四角い痕跡が。そしてその周辺に、まあ、爆発して、まあ、 飛び散ったような跡も残っています。そこにもちょっと注意しておいてくださいね。まあ、エリドゥは、まあ、あくまで今,今の段階では仮説ということになりますけども、こうして核兵器によって破壊された。その後痕跡がこの丸い円となって残っている。というふうに私は、まあ、考えています。まあ、およいその、えー、証拠を集めてみたいと思いますけども、この中心にエリドゥがあって、その直角の城壁のようなものは四角く見えるのが分かりますね。これがあのエリドゥの街なんです。こんなここで延期はアダパーを、あまあ、 想像したわけです。最初の人間ということになるわけですね。なあち、知恵を与えた。しかし、延期は、まあ、あの、永遠の命までは与えなかったということになるわけです。まあ、それ、まあ、あ王がね、あの、そのアダパーに永遠の命を与えようとしたんだけども、それを延期が止めたというふうに、まあ、タブレットには書いてあるということなんですね。で、こうして、まあ、これがエディドゥの町なんですけども、そうして、まあ、結果的にアダパーは、この、 エディドスなわちエデンから追放されます。そしてエデンの東へと行くわけですね。では、エデンの東とはどこかですけども、この謎は簡単に解けましたですね。このエデンの東には、まあ今ちょっと話し戻しますけども、私のこれはまああくまでもこの段階、今の段階では仮説的ですけどもね、こうしてエディドの街は核兵器によって破壊されて現在は ま、他の遺跡と比べてもですね、全く痕跡がない状態にまで破壊されているということですね。そして、アダパーはエデンの東へと通用されます。では、エデンの東、すなわちエリドゥの東とはどこかと言いますと、この地図を見ればわかりますね。で、エリドゥが左になって、右上に、に、ウルがあります。で、距離はたったの19キロなんですね。そして、角度は30度です。まあ、 東と言い切るにはちょっと厳しい角度ですけども、そのエリドゥの東にウルがあるってことですね。これがウルです。で、このウルにはジグラートがあるわけですけども、このジグラートも実にこう謎をめいたジグラートだということになります。まあ、それについてはこれから少し検証してみますが、これがそのウルのジグラートです。まあ、これで巨大な建物なのに部屋数っていうのは本当に小さくて少ししかないんですよ。まあ、ジグラートです。 で、ここには、あの、プアビが住んでいました。シッチンがですね、遺言として最後の願いとして、えー、残した、プアビです。プアビの DNA を調べればね、ゲノムを調べれば、私の説の正しかったことが証明されるかもしれないというような遺言を残して、シッチンはこれを2010年に去りました。で、シュ、ここでシュブアドゥっていうのは、まあ、 あの、プアビの別名です。まあ、いろいろなね、名前で、えー、古代の神々は自分を呼んでいましたからね、左がプアビの頭蓋骨です。えー、人間の頭蓋骨の容積にして2.7倍以上あったと思われます。下が人間、上がプアビ上の、えー、頭蓋骨です。これについてのビデオは1時間27分20秒後ぐらいからお見せいたします。で、この人間の頭蓋骨と比べてもですね、 えー、異様に大きいということですね。ですからまあ、一般にはクプアビは被り物を被っていたというふうに説明されていました。で、ジグラート、ウルのジグラートについての謎に迫ってみたいと思います。まあ皆さんね、えー、ここにまあプアビがいた。そしてまあ、神と人間の、人間との間に生まれたハイブリッド種であると言ってもですね、なかなか皆さん信じられないと思いますけども、これがまあ、 ジグラート、ウルのジグラートですね。で、先ほど言いましたように、このウルのジグラートというのは、えー、エリドゥからは19キロしか離れていないということですね。まあ、この、まあ、見た感じ近いなって、まあ、あの、街にも大きさがありますからね。ですから、まあ、隣町ということになるわけです。で、そのエリドゥについて、もう一度調べてみます。 で、これがエリルですけども、これはまあ復元図ですね。創造復元図ですけど、このような町があったと言われています。そして、その周辺はですね、緑豊かな、まあ、美しい町であったと言われています。これがエデンですね。で、エリドゥイコールエデンです。まあ、名前も似てますけどもね。まあ、語呂合わせは慎重にしています。しかし、エリドゥイコールエデンってことになるわけですね。そして、まあ、ここに、 アダムと、まあ、イブがいたということになるわけですね。そのイブのことはタブレットには名前が出てきませんけども、まあ、アダムはイブと共にエデンを追われたということになるわけです。で、この、そのちょっと伏線ですけども、月面にですね、 あの、エイリアンの騎士があるわけです。これはあの、以前にも紹介しましたので、えー、興味のある方はそちらを見ていただきたいと思います。1506号の方でですね、再検証版出してますので、1506号の方をご覧ください。で、この、これはあの、 中国の周回衛星が月面上に撮ってきた、まあ、あ写真って言いますか、なんですけど、その中に、まあ、このエイリアの基地が映り込んでいました。で、この基地を見てですね、えー、NASA で働いていた職員がですね、暴露証言をしていますね。で、これと同じものを私は前に見たことがあるということを、まあ、この動画の中で発表しています。まあ、興味のある方は今ですね、1506号の方を見ていただきたいと思います。で ま、ここでは一歩話を進めましてで、ね、先に進めまして、この、ま、エイリアンの基地と思われる、その建物なんですね。で、これと、いわゆる、ま、ウルのジグラートの形が大変よく似てるってことなんです。まあ、それをこれから紹介しますが、これが、ま、月面で見られた、ま、チらしき建物なんですけども、 まあ、ほぼきちっと見てよろしいですよね。これほど、えー、しっかりとした形をですね、自然が作るはずがありませんので、そして、まあ、あの、この科学者が言うには、こうしたとこ、ここには操作、操車、操車場のようなものも見えたと、もあるということを説明しています。 まあ、言い換えますと、ウルというのはですね、まあ、あのただ単なる、まあ、古代の都市ではなくてそれ、それなりにですね、宇宙人と関連性を持った建物であるということです。まあ、左上がこれが月面で発見されたエイリアの基地らしき建物です。右下がこれがウルのジグラートです。で、コンセプトが同じなんですね。コンセプトということは、あの、まあ、それはそれはバリエーションがありますけども、同じように、まあ、作られているということですね。 で、これをこう線で辿ってみますと、まあ、こういう形をしていると。まあ、ここにちょっと注意しておいていただきたいと思います。まあ、人工的な建物風ということになりますね。まあ、人工的な建物と断言していいわけですね。で、これを、まあ、この写真そのものは中国の集会衛星が撮ってきたんですけども、まあ、これと同じものを見たことがあるということで、NASA の職員が、まあ、暴露証言をして発表しているわけです。 そうしたまあ動画ですね、これは。その証言もあの動画の中であの翻訳しておきましたので、興味のある方はご覧になってください。ナンバー1534の方で紹介しています。下がウルです。上が月面上でまあ発見されたエイリアンの基地と思われる基地です。もちろん人間が作ったのではありませんね。そしてこう部分的に見ていきますと、 中央に階段こそありませんけれども、同じような階段が上の基地の場合向かって、えー、右側の端についてますね。そして同じコンセプトであるということです。まあ、これをまあ偶然の位置というか逆に言いますとね、なんて言いますか、あのジグラートというのは、まあ、どちらが先に真似したかどうかということはわかりませんけども、同じコンセプトで作られた建物であるということですね。そこに反、 半死か、まあいわゆるセミ、デミゴートですね。半、神、半分神の、プアビが住んでいたということになります。まあ、プアビも、いわゆるアダムと同じイブですから、宙は与えられたんだけども、永遠の命までは授からなかったというふうに考えられます。右上がプアビの頭蓋骨です。もう一つこのプアビの頭蓋骨と人間の頭蓋骨を比べていただきたいと思います。というようなことから、ウルにはプアビが住んでいた、すなわちイブが住んでいた。 いわゆるアダムも、イブも、そのい、いわゆるエリドゥの東の、このウルに移されたというふうに私は考えています。もう一度この表を見てください。エンキ、プロメテウス、アダパ、アダム、そしてディオニソース、アヌオですね、これヤーウェそしてエリドゥ、それからエデン、そしてからエジウムと続きます。そして一番、まあ、ルシファーはね、悪魔。同じ、まあ、エンキですけども、キリスト教側はルシファーと位置づけています。まあ、ケラ,ケラブですね。 あの、ベートーベンの大工の中で歌われるキラブです。そして一番下にイヴが顔を出します。そしてそのイヴの名前はプアビであった。まあ、延期は、あまあ、あの、ごめんなさい、父親はプアビって名前を知っていましたね。そして、このことを知っていた人が実はもう一人いたんですね。誰だと思いますこうした事実を知っていた人が一人いたんですよ。誰だと思いますかそうなんです。 ベートーベンなんです。ベートーベン、私の他にですね、こうした事実を知っていた人がもう一人いました。それがベートーベンということになります。ルルファン・ベートーベンです。このベートーベンはそのことを大空公共曲の中に歌い込みました。フライデー・シャネル・ゲットテル・フン・ゲント・デレ・アウス・エリーゼウム。このエリーゼウムですね。喜べ、エリジウムの娘よ。というふうに歌い込んでいるわけです。 ナーチ・エリジウムというのは延期の娘のプアフィということになるわけですね。エリジウム。ですからここにドーターという言葉が出てきます。言うまでもなく、大工というのはプロメテウス参加の合唱曲であったということです。え続くビデオどうかご覧になってください。Bye for now! Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Adapa, a creation of Enki in Elidu, now in Iraq. The myth of Adapa, also known as Adapa and the Fruit of Life, is a Mesopotamian story of the fall of man, in that. It explains why human beings are mortal. The god of wisdom, Ea or Enki, creates the first man, Adapa, and endows him with great intelligence and wisdom, but not with immortality. And when immortality is offered Adapa by the great god Anu, Ea tricks Adapa into refusing the gift. 今日の物語は、延期が君臨した都市、エリドゥと、そして延期が創造したアダパの物語です。そのアダパは、旧約聖書に出てくるアダムのことでした。ゼカリア・シッチンが解読した年度版が、アダパとアダムの間をつないでくれました。つまり、アダパの神話と、旧約聖書の内容が、告示しているというレベルを超えて同じだったのです。となると、 ギリシャ神話では、プロメテウスが人間を創造したということになっています。その第一の人間がリオニソスということになっています。ギリシャ神話及びギリシャ彫刻は、それまでの神々の歴史を立体彫刻として表したものです。また、プロメテウスイコール延期ということになります。こうして話がつながりました。延期イコールプロメテウス。 延期が想像したのがアダパ。プロメテウスが想像したのがリオニソス。そして、アダパの物語は、旧約聖書の中に出てくるアダムとイヴの話と同じ。つまり、アダパイコールアダムだったのです。アダパイコールアダム。アダパ、アダム。アダパ、アダム。だったのです。今まで私は、エンリルを原点とするローマンカトリックと、延期を原点とするフリーメイソンを 対立関係で考えてきました。が、対立していたのではなく、原点は同じだったということです。わかりますかアダパイコールアダムということになると、延期が想像したアダパが、そのまま旧約聖書の中のアダムとつながるということになるのです。ここでフリーメイソンとローマンカトリックの原点が一つにまとまるということです。つまり、対立をしていたのではなく、 原点は同じだった。それを繋いでくれたのが、粘土版ということになります。対立していたのではなく、原点は同じだったのです。さらに言えば、神々は、元は一つ、同じだったのです。こんな素晴らしい物語はありません。ビンゴが、喜んでばかりはおられません。延期は、エリドゥという都市に君臨していました。当時は、メソポタミアでは、都市国家を制度としていました。 が、そのエリドーは、現在のアブシャーレインにありますが、写真をご覧になっての通り、現在は完全に廃墟となっています。壊滅状態です。かつてはここには壮大な都市があったと思われますが、今は小さな丘とマウンドが残っているだけです。学説によれば、川が氾濫して、エリドーは滅んだということになっています。あのモヘンジョダロも洪水で 滅んだと学者の先生たちは説明しています。が本当にそうでしょうか洪水で、石材で作られた都市が、つまり洪水くらいのことで壊滅するでしょうかそれはともかくも、エルドゥの廃墟を空から見ると、廃墟の跡を示す直線と、そして周囲を囲む深淵状の謎の痕跡が見られます。都市の中心から放射線上に不気味な直線が伸びているのもわかります。そうです。 核攻撃です。つまりこれほどまでの爆発力のある、まあ、痕跡はですね、核攻撃しか考えられません。エリドーの街は核攻撃を受けて滅んだのです。ということまでは言い切れませんが、それを判断するのは皆さん自身です。少なくともこの深淵上の痕跡を見ると、洪水で滅んだとはとても思えません。 これも林弘史説ということになりますが、そうでないというのなら、皆さんはこの深淵上の痕跡をどう思いますかそんなことも考えながら、どうかこの動画をお楽しみください。古代メソポタミア何やらこの辺りでも大変なことが起きたようです。では、画面を見ながら説明します。では、皆さんをエリドゥの街へ 案内します。まあ、町といってもですね、当時は都市国家制度を敷いていましたので、都市そのものが一つの国家であったわけですね。そのエリドゥ、まあ、エデンとも、まあ、旧約聖書の中では呼ばれてましたけども、そのエリドゥに君臨していたのが延期ということになります。まあ、これがエリドゥの町ですけども、周囲にこう、まあ、深淵状の縁が、まあ、見えるのがわかりますか でこれが何かということなんですよねで。どうしてこんな痕跡ができたかということになりますけども、ちょうどエリドゥの街をですね取り囲むかのように、この縁があるということです。でこれだけのまあ都市をです、ね、にまあ崩壊させ、そしてなおかつ周りにこの深淵状の痕跡があるということになりますと、私は当然言って言いますか、帰決として核攻撃を考えます。 まあこのように直線上の痕跡も見られます。上、まあ、壁か何かの跡でしょうね。で、空から見るとこういった痕跡も残っていると。まあそういった状況です。で、これがその、まあ空中撮影の写真です。これはまあこうして直角の部分がよくわかりますね。で、現在のエリュドゥです。まあ、壊滅状態なんですね。で、なぜこうなってしまったか。 ってことも一つの大きな謎ですけども、これがエリドゥです。で、このエリドゥに延期が住んでいて、延期が人間を創造したと。そういうことになるわけです。その最初の、まあ、想像した人間がアダパってことになるわけですね。で、この物語、これからの紹介しますけども、ゼカリア・シッチンが訳したと言いますか、年度版のアダパの物語ですけども、その物語と旧約聖書の内容が一致します。まあ、ゼカリア・シッチンです。 まあ、2010年、今から5年前に亡くなりました。で、シーチンがですね、粘土板を訳した。これがこの粘土板がですね、一番左にいるのがアダパーです。右にいるのがアヌオーということになります。まあ、もう一度お見せしますと、一番右にいるのが アヌゴですね。で、アタパーがですね、南の南風の翼を追ってしまったことによってですね、アヌゴの前に呼ばれて、まあ、罰を受けるかどうかという、審判を受けている場面と考えられます。で、任意したというのは、ひょっとしたら、人夫る。 参加のことだと私は考えています。まあ、ともかくもの、この延期がですね、エア、まあ、エアとも呼ばれてはいたわけですけども、エリドゥの町の保護神、なうち、まああ、王として君臨してたわけです。まあ、アダパを連れてきた別の絵ですね。で、第一とから第三までの年度版を、まあ、全文翻訳していました。ただ、あの、大変、 英文が何回と言いますか、文になっていないんですよね。まあ、そのまま、その年度版の文字を、まあ、何かの言語に訳して、さらにそれを英語に置いたというだけの感じでしてね。助字詞にはなっているんですけども、意味が不明なところが多いです。まあ、あのできるだけ直訳してですね、まあ、私何の解釈ができるだけ加えないようにして翻訳していました。で全体をですねざっと読んでみますと、あの話のストーリーが なんとなく浮かんでくると。まあそういった内容ですね。まあこれが年度版の第1、第2、第3のタブレットの原文です。まあいろいろ訳されてはいるみたいですけどもね。まあ原文を一度皆さんにも見ていただいた方がいいんじゃないかと思いましたので、そのまま載せることにしました。で、まあこのような 役ですけども、ね、結局、ポイントはどこにあるかと言いますとですね、その、アダパーがですね、まあ、ペルシャ湾へある日、魚釣りに行くんですよ。で、穏やかな海だったんだけども、突然風が吹いてきたと。それが、南風って呼ばれている、まあ、神ですね、の仕業だと分かったと。それで、えー、アダパーはですね、まあ、羽なんかちぎれてしまえと思ったのかどうかしませんけども、まあ、結果的にアダパーが、その南風の まあ、翼を折ってしまうんですね。で、それを聞いたあの王が大変怒りましてですね。まあ、そのアダパに、えー、罰則を与えるということになったんですけども、まあ、それに対して延期がですね、いろいろ知恵を授けて、まあ、ことなきに済ましたわけですよね。そして、えー、あの王がですね、アダパを招いてですね、そしてその、 まああの生命の木、いわゆる永遠の命を授けようとしたわけですね、一度は。もっとわかりやすく言いますと、人間に永遠の命を授けようとしたんですけども、延期はそれに対しては反対してましてね。で、アダパーに絶対にその、まあアヌ王が出したものを食べちゃいけないと。飲んでもいけないと。ただし、衣服は着ていいからそれを着なさいということを教えるわけですね。まあその 食べ物や飲み物の中には毒が仕込まれているから、それを飲むとあなたは死にますよっていうことを、まあ、あ延んはですね、アダパーに教えるわけです、ね。それをですね、まあ、アダパーは自分を作ってくれた延起ですからね、創造主ですから、まあ、延起の言うことを聞いて、まあ、飲み物も飲まなかった。それから食べ物を食べなかったというわけですね。いわゆる、まあ、そこで人間はですね、まあ、 死すべきもの、すなわち、モータルになるわけですね。いわゆる、まあ、イモータルではなくてね。まあ、不死、不死ではなくてね。で、まあ、人間がなぜ死ぬようになったかという、まあ、いきさつが書いてあるわけです。まあ、アダパーには、すなわち、私、まあ、私は人間のね、まあ、先祖って言っ原点になるわけですけども、その、まあ、アダパーが、まあ、 その、あの王が差し出した食べ物、飲み物を口にしなかった。だから、まあ、永遠の命を授からなかったということになるわけです。そういったことが、この第1から第3までのタブレットに書いてあるということになります。その話の前後とですね、あのー、まあ、その生命の木を食べたら食べないって、まあ知、知恵の木ですね。を食べたら食べないって話と、えー、いわゆる旧約聖書の、えー、創世記の、えー、記述と一致するわけです。 言い換えますと、まあ、旧約聖書はですね、こうした物語をですね、中心として展開されていったということになるわけですね。言い換えますと、えー、旧約聖書の中に出てくる、まあ、アダムですよね。アダムということはアダパということになるわけです。ここで繋がったわけですね。そして、まあ、エデンというのは、先ほど言いましたように、まあ、エリドゥの町ということになるわけです。まあ、そこに延期が進んでいたということになるわけですね。で、 アダムが創造されて生まれると。話が一致するわけですね。となると、まあ、先ほど言いましたように、まあ、私はですね、今までローマンカトリックとフリーメーソンリーっていうのをですね、対立関係で考えてきましたけども、その原点、延期からさらにアヌオンに遡る。そして、えー、まあ、それはですね、アダパーイコールアダムっていうことで下がったことによってですね、延期からさらにアヌオンにながるという意味でね、元の神は一つであるということになってきたわけです。となると、まあ、あ いわゆるユダヤ教でいうヤオウェイというのは、アヌオ王ということになるわけですね。まあ、それはと、あの、ともかくとしてですね。そして、えー、エリドの町がですね、えー、旧約聖書の中ではエデンということになるわけです。こうしてつながっていくわけですね。まあ、あの、ギリシャ神話ではエリジウムと言いますね。ベートーベンの大工の中で歌われているエリジウムです。まあ、そういうふうにつながっていくわけです。 ま、ここにですね、旧約聖書今度は逆に、今度旧約聖書の中の物語を要約した文章もこうして訳していましたので、参考にしてください。まあ、その旧約聖書をとにして、その、年度版を解釈した文です。ごめんなさい。で、もう一度、全体をまとめてみます。で、最初に、ゼカリアシッチンがですね、年度版を訳したと。そして、その右が、 旧約聖書の内容であると。で、さらに、ギリシャ神話の内容ということになります。で、これらを3つ並べてみますと、大変興味深いことがわかります。なあち、年度版で作る延期というのは、まあ、プロメテウスですよね。間違いない。これは、あの、人間を創造したということになるわけです。で、延期は、アダパを作り、プロメテウスは、リオニソスを創造するわけです。作り上げるということですね。 延期はアダパー。そして、アダパーはー、旧約聖書の中ではアダムという話が一致しますからね。ネ度版と旧約聖書の話が一致しますから、アダパーイコールアダムということになります。すなわち、アダムイコールリオニソスということになるわけですね。こうしてつながっていくわけです。そして、あの王はヤーウェイということになるわけですね。まあ、あの、キリスト教側はですね、ヤーウェイが誰であるかということは言ってませんね。エルシャダイ、全知全能の神。 エル、神ですね。社代は全知全能という意味です。エリドゥがエデンということになります。そしてそれが、ギリシャ神話ではエリジウムとなって、先ほど言いましたように、ベートーベーの大工の中で、うん、デル、ステーフォー、アごめんなさい。そのエリジウムという言葉が出てきますね、えー。その、まあ、で、ヤーベが、まあ、誰かわかりません。それはあの、ガイアかなと思ったんですガイアはね、あの、女性、 女性心ですからね。まあ、ディオニソス・バッカス。まあ、ローマ名はバッカスですけども、ちょっと脇道されますけども、これがプロメテウスです。あの、プロメテウスの像は、 私が探した限り、これ一体しか残ってませんね。まあ、ローマ彫刻には馴染めなかったんだろうと思います。何しろ、あの、ローマ、アウェカトリックの方では、ルシファー、ー最悪の悪魔と、サタンと位置づけられていました。ですから、まあ、こうした、プロメテウスの像は作られなかったものと私は考えています。左がプロメテウスです。そしてこれがですね、プロメテウスが最初の、まあ、人間、すなわちリ、オニソースを、えー、作っているところ、すなわち、アダム、すなわち、アダパーということになるわけですね。 そして、この、これがディオニソースです。まあ、バッカス。武道士の神とも呼ばれています。胸が大きいのがバッカスの特徴です。そこはちょっとあ、あの、頭に入れておいてください。そして、このバッカス、いわゆるディオニソース、バッカス像がですね、やがて自由の像の原型となっていきます。で、これは、まあ、右三つはですね、縦、鉄はこれはバッカス、ディオニソース像です。えー、ローマ名がバッカス名ですね。 で、この像がですね、特に真ん中の像が基本となって、自由の像、いわゆる、まあ、ニューヨークの、まあ、ハドソン湾に、まあ、あの、立っている自由の像へとつながっていたと考えられます。なあ、ちですね、まあ、自由の像はですね、プロメテウスを元にして、そしてバ、バッカスの像を、それ二つ合わせて自由の像になったと考えられます。 というのはですね、プロメテウスは足に鎖を巻いてますね。それはあの、バッとして脳に放たれる、鎖をつけられてのに放たれる。それから自由の像も足に鎖を巻いています。この鎖が一つの重要なポイントとなりますから注意してください。一番左のプロメテウスも足に鎖がついています。そして自由の像も足に鎖がついています。こうして、まあ、繋がっていくわけですね。なあち、プロメテウスを表現しながら、も像は、ディオニソスの像を使って作られたのが自由の像ということになります。 これは林広氏の解釈。まあ、林広氏説ということになります。まあ、本来はこのプロメテウスの像をあの立てたかったんでしょうけども、フリーメイゾンもね。しかし、まあ、先ほど言いましたように、プロメテウスの像というのはありませんので、で、まあ、顔もよく似てる。ですから、ちょっと顎が細いかなって感じがしますけどもね。あの、こうして繋がっていくわけです。そしてですね、これはイギリス王室の紋章ですね。 ここにもやはりこのユニコーンの足に鎖が巻いてありますかね。体に鎖が巻いてますね。このユニコーンというのは言うまでもなく塩基の、あの、いわゆる象徴的な動物ということになります。そして左がライオンですね。これはライオンはエンディルの象徴的な動物ということになります。そしてこの鎖でつながっていきます。プロメテス、それから重要の像、そしてユニコーンの まあ、あの、イギリス王室はですね、ライオンを頂点に描くということは、エンディル派の王,王室ということになるわけです。それと同じものが、まあ、これはあの、たまたま高野さんこの前行って、今後無事で撮ってきたんですけども、反転してますと、並び方が同じになります。向かって右側に、えー、角ならユニコーンですね。そして左側に、ライオンの像が描かれています。このライオンの像が日本では不動明王となるわけですね。それから、二王像となっていくわけです。まあ、怒ってるからああいう顔じゃなくて、もともとこういう顔だってことですよね。そのことはですね、ミトラ教の真事の 中に出てくるまあ、エンリルの顔と比べてみると大変よくわかりますここに角があるのわかりますか これはユニコーンだという証拠ですね。ですから、コマエヌというのは右に向かって、まあ日本は逆になってますけどね。あの、向かって左側にユニコーン、右側にライオンということになります。下がですね、ミトラ教の真珠の様子です。で、この真珠の中央に、まあ、ミトラ像を飾ってますけども、その下にタイマ飾ってますから、ゾラスター教ということになるわけですけども、この、まあ、ライオンの顔のエンリルと、それから、三角の模様、三角のシンボルマークがありますね。これが、後のフレーメーソンのシンボルマークへと繋がっていきます。なあち、エンリルの方はローマン化 トリックに繋がり、そして延期の方はフリーメイソンリーエイと繋がっていくわけです。こうして神々の歴史が現在にも続いているということですよね。決して途切れているわけではありません。 で、今度は逆に、まあ、これ戻ってみます。えー、こうして、まあ、戻ってみますと、最後に、まあ、ここに残るのが、ここに来るわけですね。そして、もう一度言いますと、プロメテウスとあ、手からディオニソスを足した像が、自由の像だということになります。で自由の像はもともとは、プロメテウスのうち、縁起、自由のシンボルですね。人間を改造した人間側から見れば恩、恩人ということになるわけです。そして、この像がですね、まあ、形もよく似てますね。そして、胸が大きいというところも似ています。 まあ、ディオニソスは他の像を見てくださいと分かりますように、まあ、あの、胸が大きいです。で、このように、まあ、あの、ミケランジロのフォトは、あの、いわゆる、まあ、バッカス像も胸が大きいですねあ。ディオニソス像も大きいですね。まあ、あの、そしてこの髪の毛を見てください。髪の毛が垂れてますよ。このあの、自由の像も髪の毛が垂れてる。これは決定的ですね。で、アダパイコールディオニソスイコールアダムだということです。これ、延期ですね。そして、延期からもう一個でまとめてみますと、延期がアダパを想像すると。 そして、アダパは塩基の創造物である。まあ、延がアダパを作ったっこところで、プロメテウスが、ディオンリソースを創造します。で、こうして繋がるわけです。なわち、塩基とプロメテウスは、 同じですからね。これは延期イコールプロンペティウスです。そして、今回、まあ、お見せしましたように、シッチンの解読した第1から第3サブレットの中に出てくるアダパーというのは、あの話は、旧約聖書の中のアダムとイブの話と一致する。すなわち、アダパーイコールアダムということになるわけです。これで、神々が全部繋がりました。ビンゴーですね。気持ちいいですね。そして、まあ、アダパーイコールアダム。 アタパ、アダム、アタパ、アダムですね。まあ、要するに、アダムイコール、アダム、アタパイコール、アダムということになりますと、えー、すなわち、まあ、元はですね、えー、現在でこそ、対立関係にありますけれども、フリーメルソンリーも、それから、旧約聖書なり、ローマンカトリックの方へつながっている流れもですね、原点は同じ、すなわち、一人の神へとつながっていくということですよね。今まで私は対立関係に考えていましたけれども、これで、まあ、神々は一つということが分かったわけです。 まさにビンゴーですね。まあ、あのー、私もほっとしました。まあ、神々は最初から対立していたわけじゃなくてね、まあ、途中で、まあ、何て言いますか、教義の解釈の仕方などによって対立していったんじゃないかと思います。特に、あのー、シュタルとね、シャーマシュがキリスト教を立ち上げる前後から、まあ、対立関係に入ったものと私は考えています。すなわち、これが私が皆さんにお見せできる、まあ、素晴らしい神々の物語ということになります。が、 ここで終わったんでは、まあ、いけませんね。で、では、一つ恐ろしい話をします。その、先ほど、延期の、まあ、君臨したと言いますか、延期が作り上げた、エリドゥの街にもう一度戻ってみます。まあ、ここにエリドゥがあります。エデンですね。エリジウムですね。なわち、これがエリドゥの都市です。この都市の周囲をもう一度見てください。これがエリドゥの都市です。 中心に円、円形のものが見えてきますね。この円形に気がついた人は今のところ私は知る限りいません。またこれがですね、核攻撃によるものだと唱えた人も一人もいません。今まではですね、模片ジだろうだけがクローズアップされてきましたけども、 こうした都市もあるわけですね。この周りに出てきました。私これ初めてですね、何かのこう、間違いじゃないかと思って何度も見たんですけども、いろいろ色を変えたり、明度を上げたり下げたりね、コントラストを上げたり下げたりしましたら、このような円形が浮かんできました。そしてその中心からですね、放射線上に痕跡が残ってますね。市内半島と同じように、まあ、灰白色の痕跡が残っているということです。これをですね、どのように解釈するかは、まあ、私たちの問題かと思いますけども、まあ、こうしたですね、まあ、 エリドゥ、核攻撃説というのは、まあ、林、博士説ということになります。まあ、これから、どのように展開されていくかわかりません。まあ、ともかくも、こうした、まあ、エリドゥの街がですね、一瞬にして消えてしまったということですね。勝手は、エデンと呼ばれた美しい街です。そして、ベトベンが大工の中で歌いましたね。ロイデー・シゲットル・フンケント・ホテル・エリム。このエリーゼムですね。いわゆる、理想郷、楽園のことです。それがですね、一瞬にして滅んだということです。 まあ、いかがですかということで、えー、今日のビデオ終わりますけども、素晴らしい話と恐ろしい話を二つしました。バ、uh, イ